皆様こんにちは。私はこの度11月16日水曜日に宮城野区文化センターパトナホールでリサイタルをやらせていただくことになりました、ピアニストの東誠三と申します。今日は当日のプログラムを簡単にご紹介させていただきたいと思います。まず最初にバッハのイタリア協奏曲を演奏します。協奏曲と申しましても、この曲はピアノ1台で演奏されます。バロックの当時大変流行しておりました合奏協奏曲という形態で書かれております。この形で書かれている曲の中で一番有名なのはヴィヴァルディの四季という作品なんですけれども、合奏と一緒にソリストが演奏し、そしてソロの部分も演奏する、そのような仕立てになっています。このバッハのイタリア協奏曲は、大変活気のある元気の出る第一楽章、第三楽章、そしてそれに挟まれた叙情性豊かに歌われる第二楽章という構成になっております。次に、ベートーベンの熱情ソナタを演奏いたします。この熱情ソナタというタイトルも、皆様お聞きになったことがあると思うんですけれども、25分ほどかかる曲ですね。やはり三楽章構成になっておりまして、緊張感みなぎるスタートから劇的な展開を見せる第一楽章、そして平和な祈りにも似た第二楽章、駆け巡るパッセージが終結へ向かってじわじわと緊張感を増していく第三楽章、このような構成になっております。後半はブラームスの3つの感想曲作品117から開始されます。この曲は、小さな3つの曲からできておりますけれども、非常に穏やかな曲奏で瞑想的という言葉も当てはまるかと思います。自分一人で静かに佇みたい時間というのは誰しもが持ちたいと思うものだと思いますけれども、そのような時間の中で、心の中に湧き上がるいろいろな情感が穏やかな曲奏の中で綴られていきます。ブラームスの次にはショパンの2つの作品を聴いていただきます。まずノクターン変に蝶々作品27-2、そして大きなワルツ作品42です。ノクターンは非常に情感豊かな美しいメロディーと流れを絶やさない左手のパート、このような構成の曲が多いんですけれども、このノクターン変に蝶々も例外ではありません。短い展開の中にいろいろな心の状態が凝縮されドラマティックに綴られていきます。その幅広さをぜひお聴きいただきたいと思います。そして大きなワルツ作品42、このワルツは、例えば華麗なる大演舞曲というタイトルで有名な作品18のワルツに比べると少し演奏される機会は少ないんですけれども、ショパンのワルツが持つ華やかさと同時に、大人の落ち着きといったらいいんでしょうか、とてもエレガントで、繊細な情感も含まれている、大変素敵な曲です。ショパンが終わりましたら、次に、最後になりますけれども、リストのハンガリー狂詩曲第2番を演奏いたします。この曲のメロディーも皆様お聞きになったら、あ、これはどこかで耳にしたことがあるぞというふうに思われると思うんですけれども、面々と情感豊かに歌われる前半の部分、
そして急速に駆け巡るようなパッセージが続く後半の部分、大きく分けますとこの2つの部分からできております。後半の部分では様々に変容していく、メロディーがどんどんテンションを上げていく様子、ここが聞きどころだと思います。今回演奏しますのは、リストのオリジナルに、ウクライナ生まれの大ピアニストであったウラディミール・ホロビッツが編曲の手を加えた版を演奏いたします。それでは11月16日水曜日午後7時開演の私のリサイタル、皆さんどうぞおいでください。よろしくお願いいたします。